チクタクバンバンとは1981年12月に野村遠いより販売されたスライディングパズルゲームである。1981年にアメリカのアイディール社から販売されていたブロックザ・クロックを日本向けにアレンジしたものであり、アメリカ版とは以下の点で異なる。縦4マス、横4マスの枠に配置されている15枚のセンドプレートを動かして、 進み続ける目覚まし時計を常に動き続けられるようにする。玩具の内容物はプレート枠、線路プレート16枚、電池で駆動する目覚まし時計1個である。目覚まし時計の下部には左右の車輪の中間部分に突起物が存在し、線路プレートの溝に突起物を入れて目覚まし時計を走らせる仕組みとなっている。センプレートの端には短い溝が掘られており、 ここを通過すると、目覚まし時計のベルが鳴る仕組みがある。一人遊びとして、センドプレートをループさせて2円と、目覚まし時計を動かす遊び方などもあるが、ここでは他人数プレイのルールについてを記述する。目覚まし時計がプレート上を進むのは同じであるが、センドプレートが単純化されており10字やカーブなどが存在せず、1から15までの数字が書かれている。 目覚まし時計が進行する上でのカーブは、プレート外でのみ固定されている。ありがとうございます。